臨時国会の会期は12月の前半までおよそ2ヶ月間を予定しています自民党は参議院選挙で訴えた憲法改正議論を進めるため国民投票法の改正案を速やかに成立させて具体的な改正案の議論に入りたい考えです一方野党側は 憲法審査会の議審議を拒否してきた立憲民主党と、審議に応じる構えだった国民民主党が統一会派を組んだことで対応が注目されます。このほか、臨時国会では、来月に正式合意する見通しの日米貿易交渉や年金制度の見直しについても議論される見通しです。